チャンズの鳥かごラジオ。さあ始まりましたチッピチャズの鳥かごラジオ。え今回で三十八回目です。山本氏。はい。お笑いっそう。最高。おお。お笑いっそうと言いますと。お笑いっそう。<laughs> 最高だよねうん現在あれですよね放送されている放送されている TBS ですね TBS の金曜夜10時「離婚活」のえんていうの主人公なのそうです主人公主人公ですよねえっと夫婦が描かれてるんですけど北川景子さんと瑛太さん エイタさんのエイさん役エイさんの役がはい自衛隊なんですよねそう航空自衛隊はいのお祓い僧っていう役なんですねはいもうむちゃくちゃのドラマ面白くないですかまあまあそうですね僕も一応見てます確かに面白いや面白いですよそう一番初めに紹介してくれたの山本氏だからね言っとくけどじゃ俺は言 ただはその自衛隊の人が出てるっていうのを別に知らんくてその単純に「離婚活」っていうのをドラマ新ドラマ何かなって思って見てる時になんとなく面白そうな気がしたい離婚活っていうのは離婚,の離婚活動の略らしくてあの結婚して間もないのに離婚をするっていう話らしいなんです。 そうなんですよ、うんいや。私ドラマとかほとんど見てない見てなかったのよずっとやっていうかもう見てなかった、うん、からもうこの航空自衛隊の方のお話っていうのは知ってたけど、うん、あのドラマを見ようとは思わなかったけど山本氏が熱弁するからあの <laughs> 見てみたのよ。 はまっちゃ俺が熱弁したのはでもあれやろ、うん、自衛隊の人が出てるから自衛隊の人がどんな日常でどんなことしてるかっていう勉強になるそ<う>自衛隊っぽい人が日常にいたらこういうことになるみたいな、うん、だからそれこそ今 YouTube でやってる「うん、もしも妻が」みたいなの参考になるかなと思って。<laughs> そうそう,そう,そう入りはそこだったんだけど、うん、ど,どんどんはまっちゃって本当に <laughs> いい話じゃないのあれもうなんか、うん、なんていうのあの素直になれない2人 2> <laughs> まあ内容をね見てない人は分からないです、ね、かそうかそうかそっかうんぜひね見ていただきたいですね、うん、これはねなんかね、うん、こう離婚するみたいな最初に言ってた <で>うん、それを言ってるけど、うん、なんかいろいろあって、うん、一緒にこう夫婦として、うんえー、夫婦を演じなきゃいけない場面みたいなのが結構出てくるよてきます、はいでそういうのをやってるうちに「<laughs> あれなんかやっぱこの人かっいいかも」みたいな。<laughs> うん、を何回もやってるっててるそうそう,そう山本氏簡潔な説明ありがとう私にはできなかった素晴らしい, <laughs> い,いあなんか、えー、そうこのなんか自衛隊がおるじゃん、うん、自,自衛官の瑛太さんがいらっしゃるじゃないですか。はいはい、のなんか、えー、っとうまくできないそのも自衛官だからこう,うまく伝わらない、うん、北川景子さんに伝わらないっていうこのなんか あのもどかしさというかがすごく演じておられてなんかむちゃくちゃゃく共感してしてまうんですよね<ー>その自衛隊の人の、はい、なんていうかなまあ実際この人も恋愛経験がほとんどない感じやんなそ,そうそうそう,そうで自衛隊の人は結そうそういう人が多いんかな。うんおおそう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 んうそ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 そうそうう 感じやかこう素直になれないというか伝え方がわからないという恋愛のなんていうの、うん、どうしたらいいのかわからない感じが上手ってことね、うんうん、す自分と重なるってことね。うん、すごくいいなんて、うん、なんかあのごめんなさいネタバレになっちゃうかもしれないですけど、うんそのね、北川景子さん 演じるさきさん、さき、うん、さんにね、あのボールペン。渡したでしょはいはい。で。あの北川景子さんはもらったけど、うん、ダサいと思うわけですよ。あの自衛隊用のボールペンみたいな、をあげるんですよね。うん、そ,うそうそうそう。なんかペンライトついてるやつみたいな。うん、そう。うんうん、これよかれと、もうお,お笑いっすはもうあれ。そうやな、ね、自衛隊一筋で生きてきたから。うん、そう。自衛隊のものを、まあ実際いいものではあるんやろうけど。うん 妻は妻役の人はんか確か仕事自体がおしゃれな仕事やねんなおしゃれ家具かなんかインテリアみたいなやつそんな感じやとにかくおしゃれなだからそれもあってこうんか自衛隊のねおしゃれじゃないわけじゃないですけどそれを人から見たらおしゃれじゃないっていうね 選んだものがちょっと違った、かんその人の感覚と違った、うん、あ,らあら、あら、よくあるよね何ある <laughs> あるいや、まあまあ、でも、それはでも、なんていうの、うん、他人のわけやん、言うてもあ、そっか,、うん、かっ誰でもあると思うようん、<laughs> そっか、誰でもまあ、あるか、うん、でも、あ <laughs> あのまあ、これもネタバレやけど、それを、うん、なんていうのそれが判明するのも、うん その旦那さんが普通にプレゼントとして渡してたらいいものをなんかトンなんかかな部下が部下の恋人にプレゼントを買うのを考え一緒に考えてあげたいねんけどこういうペンライトどうかなって言って「えでもこれなんかダサいんじゃない?」みたいな言って「そうか」みたいな感じで。 判明してたやん。そうやなだからそこやと思うけどな素直に渡してないそうそうそうそれはもし自分のプレゼントなんやったら別にダサくても気持ちが嬉しいわけやからそうやなその後だってあごめんみたいになってたもんねそうそうそう私のためだったのみたいなそうそう発覚した時に自分のことやって発覚した時にそこやと思うけどななるほど。その違いやと思う素直になれば、結構この人 実はもうとんとん拍子にうまくいっていたとなるほどね何か,か周りくどいなこの2人はそうやなこれ素直になれないな <laughs> 気持ちわかるなー山本氏はでも素直に伝えたい派なんですねまあそうやな面倒くさいもんなあそう正直 <laughs> 私じゃちょっと面倒くさい私ちょっと面倒くさいなー <laughs> そうかそうかたそうですね素直が一番ですね確かにそうですよそそうそう 死の方が一番ですよそ。そうですね。なんでも。いや,いやほんで、うん、まあほんまにちょっとあのほんまにネタバレしかしないから、はい、もし見見るとか見てないという方がいたら申し訳ないんですけど、はい、あのねこの女性がいるんですよね。うん、そ,そうそうそう <laughs> あの旦那さんの部下なんかな。うん、いや上官です。上三等下位ですから。えっとおばらい装は、うん。 小原一刀空想。うん、で、幹部なんですよね、この、女の人は。ああ、じゃあ、位としては同じってこと。位としてはもっと上。え、あ、位は上やけど、うん、先輩の。えっと。小原一三は。あ、そういう意味、あ、そう、そういう時がある。階級は上でも、あ,<ー>あの、年は下とかいう時はある。の時はもう、階級が上でも、後輩やったら、敬語になる。んや。その通り。なるほどね。うん。はい だからそういうことなんそういう状態なんや階級がすべてだからだからまあまあ、とにかくまあ後輩がおんねんな後輩だったんですね、この違うそういうことやな後輩か、え、上官上官ではあるけど後輩になるのかそういうことやろあ、後輩としてでも別どうでもいいわまあいいわいいわとにかくその職場で。はね、小原一層 はい、のことをいいと思ってる女性がおるんな,なそうなんだよ山本氏 <laughs> そこだよ <laughs> 女性自衛官がおるんなそうだすべてライバルは女性自衛官なんだよやっぱり <laughs> どういうこと <laughs> 女性自衛官は本当にもうライバル視して <laughs>、うん、もう敵視していないとダメである <laughs> 本当にダメである <laughs> その女性自衛官がいいと思ってるから、うん、なんかバーベキューをすんねいそうだ、ん、おばらいしそうがそう <laughs> さんその時に小原一層の、うん、嫁さん北川景子さんが参加するんやんな、うん、そう参加したしたんやけど、うん、なんか一緒におるのはイライラしたんか知らんけど、うん、なんかちょっと忘れ物したんで山の奥の方に「ちょっと一緒に来てくれません?」<laughs> とか言って呼び出して。<laughs> <laughs> 女だで呼び出してめっちゃもう帰り道がんからからんような、うん、そうわけわからんところ自分はね自衛官だからスイス,スイスイますけどね <laughs> で行って、うん、あのー、なんか「あじゃあちょっとあ,あの辺ですわちょっとまといください」とか言って、うん、取りに行ってで取りに行ったふりして、うんうん、みんなのところに戻って、うん、北川景子さんだけが「うん と森の一人で遭難みたいな状態寂しそうやったねや。いやそんなことじゃないやんもう遭難やんほぼあそう寂しそうとかそういう意味でに遭難だそうだそうだそうだいやあんな人ほぼ殺人やけどなそうやなやり方がすごいな殺人までやりすぎやと思うそうやなあんなんか怖かったわあれうんすごいめっちゃなんていうの うん、はいありがとうございます」とか,なんかすごい素直な感じの女の子やのに。うん、って言ってたら、うん、怖いな言ってたらちっぴちゃん的には、うん、あれなんやろん女性自衛官の鏡やとか言って <laughs> 女性自衛官の鏡だよ本当に女性自衛官とはこういう生き物だみたいなの言ってたけど <laughs> 全部本気だそんなことないやろ <laughs> やりすぎやろ全部もう任務遂行のためなら本気でやる、うん あうん、そういうことか、うん、だからその好きな男の人を奪い取るためにはもう、うん、本気になりすぎて、うん、ほとんど殺人な,んなの <laughs> <laughs> そこまで言わせんと思うけど <laughs>、まあ、そ,それぐらいもう本当に本気になっちゃうとかねか女性自衛官ですねそういうでもやっぱりそうな周りの女性自衛官もそういう人多かったなの。なんどまあ 常にこのまあ、負けん気という,うん、うん、そういうの強いですよねやっぱりああまあでもそうじゃないとやっていかれへんかもしれんの男性に揉まれるわけですから男性に負けてるわけにはいけない私は、うん、男性に負けないって負けん気はとにかく強いですだから、うん、より一層好きな男の人を女の人にられるようなもんなら、うんうん、あんたになんか負けるわけないぞってな,いないぞ ハイポートって銃持って走る訓練があるんだけどね、うん、それはもう,もう女性陣営官は重たく重たくてもうヘろヘろなってるそれを上官は「うん、もういいもう銃を貸せ!」って言って、うん、銃を奪い取ろうとする「まだできますまだできます!」って言って <laughs>、はい、奪い取る、うん、もうその銃だよ。 あの、おばらいうはそうなんえ違うごめん答えが下手くそすぎるな私はえっ、ー、とおばらい層だこれは私のものだっていうことです自は私のものだのおばらいうは私のものだえ、伝わったかないやまあ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 なんとなくは伝わったそういうことですよまあまあ個人の意見ですけどねあくまではい、はい、<laughs> だからね注意しなきゃいけないんだ女性自衛官にはそうなんかな、うん、おばらいうも気付け早く <laughs> <laughs> 早く気づいてくれいやいやまあまあ確かにねあんなことされたら気づいてあげた方が怖すぎるから、ね、ちょっとちょっとやり,やりすぎですね <laughs> あれははいそうなんやうんそうそうなんかね本当危ないですね危険ですねやっぱりやっぱ任務遂行のためには手段を選ばない <laughs> 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 まあまあその 女性関係、うん、男性関係,性関係恋愛関係に関してはまあまあ違う気がするけど、うん、でもそういうふうになっちゃうってことだよな、ね。なっちゃうと思うよ本当に、うん、ど,どうなんだろうねあのそういう一般の方とかはもうそういう感情を抱くかな、うん、あの山に遭難させたりするかな。恋がたきを、うん <laughs> さすがにやらんのは。えー、まあ衛官でもしないよ、ね、そもそもね、よ <laughs> してたらちょっと怖い。<laughs> 怖い人,人を守る仕事についてるんだう、ね <laughs> うん、そうされる可能性があるところ例えば、うん、そういう。 緊急事態になった時にもし恋敵が助けなあかんグループの中におったとしたらそいつは置いていく可能性があるとかなんやったら恐ろしいことそれはそれはやばいそれはやばいドラマなんでこの話はドラマなんでね演出ですけどいやちょっとでもこれ面白いそういうんか自衛隊が絡んでるっていうのもあるんでねぜひねちょっと み、見ていただきたいかなと思いますけどね。<laughs> 僕も見てます。<laughs> はい。いや、ドラマは久々に見たけど、本当面白い。ほんまに、これは自衛隊絡んでるって、うん、大いにあると思いますけど。うん、はい。ドラマ。僕。うん、こ、こん、今年というか、今回の。やつ、めっちゃ面白くて、うん。あ、言ってたね。おすすめしてくれてたね。あの。やったかな。大豆だとはこう。わかります。と。 三、えー、人の元夫やったからっていう、はい、ドラマがあってアルファルフファァさんそう昔のね <laughs>、はい、元アルファルファ現東京ゼロさんの角田さん、ねはい、が出てるんですけど、はい、松たか子さんが主演でね、はい、いや面白いんですよそっちのがおすすめなんかあのもう一個おすすめしてくれてたあもう一個は、うんえっと「コントが始まる」っていうドラマで。 菅、えー、田将暉さんが、うんえー、出てるやつかな、うん、まあそれだけで神木隆之介さんとか出てるけどはいまあまあそういうそれもあるそれもめっちゃいいそれもいい,いやじゃあ今やってるドラマ山本市トップ3はそれてるそうなんですよ<ー>ぜひね見ていただきたい大和だあの一応大あらすじ的に言うとう教えてくれ大,ま大豆田十和子のやつは まあ3人元夫がおってその3人のん、うん、3人も ?3 人をね3回結婚して3回離婚したんやけどえ、うん、松たか子さんがマジで <laughs> すごい第一印象ほんでそれの過去なんていうの過去が何かいろいろあって、うん、3人ともとなんかよく絡むようになるんよその元夫がと一緒にうん その夫同士もそうやし <laughs> 松たか子さんにみんなたいその3人ともたいなんか未練があるんか松たか子さんに、うん、はいで職場が一緒の人もあれば、うん、とかでいろいろこう絡,み絡むことが多いねはいでそういうのもあって、うん、あのそれの過去を結構描いてい毎回描いていくっていうのが今のところ続いてる、はい この人の過去<ー>この人との過去とかこの人との過去、はい、この人との過去、うん、っていうのをやってるな今はだから<ー>なんていうかな最初は全く分からんどういう状態か、うん、だんだんこうあこういうことでこうなっ,いったんやっていうのが分かっていくっていう感じのドラママジで、うん、ちょっとそんな面白そうだねえー、あの好きこういう利己活みたいに恋愛に発展していくとかいうのはあるんかい 直接的に恋愛、うん、そもそも離婚してる再婚なんて結婚して離婚してるわけやから、うん、そういうのどの人ともそういう感じのがちょっとずつあったりっでその元夫にまた新たな女の人が現れたりする、ね、ほ<う>でそういうのもいろいろある、えー、もういろんなことがあるほんまにうんなるほど3話だけ見たのね 3話だけ見たから全然分からなくて、うん、そう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 ,そう 1> 1ちょっとあらすじ分かったからあちょっと3話だけだから1個だけ見たらちょっと分からんかもしれんないなそうなんだ、うん、分かったじゃあこれから継続して見てみるまあまあまあ、うん、ぜひよかったらでコントが始まるっていうのも芸人があれやね、うんあ,あ主なんていうの主演は芸人やねはいトリオのトリオ芸人の話でうん それもなんかもう青春の青春群像劇って書いてたけどあ,あれも3話だけ見たうん3話だけ見た見たもうめっちゃすごいな,なんか脚本がすごくてはいなんかもう最初にある伏線を最後に全部回収してんね、うん、んかえあの3話三話見ただけで分かるその伏線回収みたいなの 見やんな見た見た分からなかった分からなかったごめんじゃあちょっと難しい話なのかな難しい話やと思うよああお兄さんでしょお兄さんそう3話はそうそうそうお兄さんの話やったけどそうかあれ分からんかったかどうしようあれはちょっと難しかっただ大体でもそのドラマコントが始まるは1話完結やねあそうなのかこの人のこの話この話この話 でそれがそ、うん、それれれぞリンクしていいくみたいなあーそれがもしかして最後伏線回収その一人一人のストーリーがこうあのいろいろあるんやろなからできる、うん、<laughs> なるほどそういう形になってるのか完結してたのかあれはまあまあ全部完結しまあ大体完結してるななるほどなお兄さんは今は出てきてなかったのかそうかそうそう初登場やったそうそうそう,そう <laughs> ねだからね、それが僕はすごい感動するやばいマジかいや私もちょっとやっ分かりました見てみますえ感動するとはどういうところで感動しているんだ本当に <laughs> えー、だから青春やから青春ここなんか何とも言えないなんていうの感情、うん、なんていうかな恋愛とかじゃないよ恋愛とかじゃないのか、うん、うんうん、うんえー、なんか苦労とかそういうのを見えるっていう感じの、うんはい そのコントの方はぜひね恋愛ものじゃないのかあれば恋愛もの好きやなあごめん <laughs> すまない <laughs> えじゃあその大マメだとわこさんは恋愛ものかまあ恋愛の話はあるけど一応コメディ枠になってるっぽいそうか、うん、なるほど、ね、それがおしゃれで面白いなと思うけど、うん、言葉選びとかが、えー、あそう、うん まあまあ僕が好きなだけなんでね別にね、うん、いや無理してみるくては,は,はまっちゃったからさ山本氏がおすすめしてくれたものにさちょっとリコカツね、うん、はまっちゃったからこれ見、うん、たい理解したい <laughs> まあまあまあ時間があればはい、はい、ということで、はい、長々と、ね、しゃってしまいましたけど、ね、あもうドラマ語るの楽しいね <laughs> まあ内容をね見てない人が一緒な何にもわからなかったっそうあ申し訳ないですい本当すいません ということで、はい、メールいただいてます。はい、あ、じゃあコーナーいかなあかんねよ。おコーナー了解、はい。こちらのコーナーをちょっとタイトルコールお願いします。はい。えー、あなたの責任受けおいます。連帯責任のコーナー。やった。ーはい。はい。えー、このコーナーはえー、日常的な失敗などをジッピーちゃんが代わりに。 えー、責任を取ってくれて、はい、代わりに一緒に反省してくれるというコーナーですその通りだ、はいえー、今日は何なんだラジオネームはい,いありがとうございます登録者もぐんぐん増え、うん、これからの活躍をさらに楽しみに応援させていただきたいと思います以前自転車の空気圧で12回の審判が下された私ですか <laughs> まだありましたので追記させていただきますい、はい、前回他人に指摘しながら自分でもできていなかった私ですが自分自身で決めたこともできていませんでしたはい、うん。今年の抱負かっこ1日5000歩以上歩くもあっさり2月22日2月20日には継続終了、うん、どうやら意志が弱いようなので、うん、さらなる勝つをお願いしますということです ななかなか自分に厳しい方すごいえー、5,000歩 ?1 日5,000歩以上歩くが今年の抱負やったけど、うん、多分1月1日から始めて2月20日には終わってしまったってことでしょうけど、うん、なかなか続いてません2月20日って。いやいやが頑張っておられると思うんですが。うん、これ やっぱ許せなないのかな <laughs> 自分では,自分で,は自分でもできてなかった私ですごい自分自身で決めたことまあまあ決めてるけど、うん、でもね完璧にってねなかなか難しいでしょういよく,かよくできてる方ですと思いますけど一、ねうん、1か月と20日なんて。私とかも 三日でやめちゃいますからね。うん、<laughs> そうそういうのを意志が弱いって言うんですよ。そうですか。三日 <laughs> 坊主という言葉があるぐらいですか。私です。それは私です。<laughs> <laughs> あの言葉作ったのは私です。だからなんかこうなんていうの？自分に厳しい方だなと思いますけどね。そうですね。結構ストイックな方ですけども、うん、まあこれ二十日以降にまたそ前半を走ったうう、ね。 歩いたりしたら、一日ぐらい、やっぱり休んじゃったりもします。よね、うん、そういうことですよ。だから。うん、もしこれで、うん、あの、まあ、こ、これ以上書いてないから、わからんけど。うん、ここで、ああ、できんかったから、もうええわってなって、ずっとやらんっていうのは良くない。良く、うん、それは、うん、じゃなくて、一日とか。何回か、別に、できない日もあってもいいから、うんうん、できるだけ一日五千歩以上歩く。これがいいと思います。それがいい。その方が、やっぱり、自分をしんどくさせない。

えー、意味で何回か腕とった手ふせするってこと？そういう何か逆にこう勝を入れることってあるの？うん、自衛隊であなるほどねなんか勝入れる時ってなんかどういうことするの？るね、えっとまあ顔あるじゃん、うん、顔をえじ、ー、顔を拳一個分ぐらいの近さにして上官とうん、うん、歯を食いしばれみたいな感じでお<う>無茶な声で叫んでくれるほう で、えーと、それで「はいわかりました!」っていうのをや,やり取りするああすごい近くでう、ねうん、すごいハキでちゃ、うんとしろみたいなことそう,どう<ー>これよく見るでしょなんかええ映画とかなんか見ないかなうーんそうだな自衛隊の関連の映画をちょっと見れてないなあそうかなんかもうし知った激励これ,これは何なんだはい何々でありますみたいな感じのすいませんみたいなことかそう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  いうふうに喝を入れるとかあとはもうあの腕立て伏せしてあのいる時にもう浸透するやけど隣教官がもう「まだいけるあと1回!」なるほどね、えー、なんとかもう1回させようというのをもう、えー、と反省させるためにもってことね反省させるた反省させるためにもあいやそ,それは反省ではないけど腕立て伏せを、うん より多くできたら方がいいっていう競技があるとすればああそういうことか応援してくれるってことか応援してくれる応援だな自衛隊は応援をしてくれるじゃあその方がいいんちゃう何かその責任ってなるとね悪いことしてるみたいや別にこんなん頑張ってると思うからそうね頑張れというのかちゃう 長官がやるみたいにやってみたら、うん、分かったじゃあちょっとあの皆さんあの音,音量に気をつけてくださいそんな大丈夫でやる大丈夫かお,あだいおいおいとか言ってたけど大だい,だいさん、うん、あなた1日5000歩以上歩くと言っておきながら2月20日には継続終了なんということだ<お>あとは いける野郎なるほどね五千一歩うんはい五千一歩行こう次ほうほ五千一歩いけ当てんのかな当て全く違うぞ違う歩数が足りひんとは言ってないどうしようどうしよう一日に五千歩以上歩くを継続したいわけやからあああと一日いけるだろって言わなかったんかなそうかあといおい明日から五千歩歩けそうそういうことやそうだこれだ ええ、一二、明日、マイナーで,できるみたいなことで。できる。やったらさ、やったら、五千歩、むちゃくちゃ、昨日は気持ち重かったけど、今日楽しいみたいな時あるからよ。確かにな。うん、だから、しんどい時もあるかもしれんけど、うん、楽しい時もあるし。そう。もう、しんどい時と、うん、い,いや、私が2500歩歩いてあげるから。おお、いいやうん。 2,500歩でもいいから一日歩けおおいいですねあ。あとはよく食って寝るんだ <laughs> 以上そんな小的な中学生に言うみたいな。いやでも本当に健康第一やからね健康じゃないと5,000歩歩けないからね。うん、確かに確かに。階段を使おう うん,うん、それもいいね。うん、一駅歩こう。ああ、いい,い,い。ええー。それ歩いてるけどね。あ、あ。あ、あ。ええ。この五千歩もだから、健康のためにやってはるのかも、わ、かもしれんやん。多分やけど。あ、そうやな。って考えたら。健康的なことをね。うん。んてこれだけに限らん。 ってやろうとするからしんどいかもあそうそ,う,そう,っとこう全体的にね合わせ技っていうとかあるから、うん、その移動感を個数として数えてもいいと思うからね一駅ある階段を使ってみるとかそう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 かなそうですよはい,い移,動移動を自転車じゃなくて歩きにしてみるとかね、うん、でき工夫できますんでもうあの。 そこまでおー私は先方は一日歩くんじゃーって思わずに、うん、あの積極的に生活に取り入れるというスタンスで、うん、ぜひ長く続けられてみてはいかがでしょうかなんか情感の感じに全くなくなったけどあっ <laughs> くれ <laughs> そうなん情感ってそんな感じじゃん食べろ食べて寝ろっていうそら <laughs> いやすでもめ、いや、飯は大切だ。いや、まあ、大事ですけど、うん、飯とすいません、そんっていう言い方、よないかもしれない、<laughs> ほんまにおったら、か、いや、もう本当。そんなそ<れ>単純なことを言うんや、単純なことが大切なんだまあそれはそうですよ、うんうん、一番大事ですけどね、大事だ、大事だ、だからな、うん、一番大事だからそを、そこ、そこだけ、できてる。 すごいから、本当に。あれちょっと間違えた。これ、カツの入まあ、腕立て伏せをしよう。すまないですカツをな、うまく入れれなかったら、すいません。自分に対して。自分の対しての腕立て伏せしてる。申し訳ないカツが入ったのかわからないが、えっと、私は応援している。はい。大体さん。はい、とだ頑張りましょう。うん。またね、結果も聞かせてくださいよ。そうですね。はい。全然こう変わりました、みたいな。 そうだ、うん、でもえ,えらいですね健康維持のためにこういうことを目標として立てるいや偉いですよ今年の抱負そうやん今年の抱負なんかだって確かこのラジオで新年明けて最初になんかメールかなんかもらって頂い,いてはいんか言ってたような気がするんですけどもう忘れましたうそやん、うん、何でした私はねチャ,チャンネル登録者数2,000人 おーって言ってたはずいた行けたよいけた素晴らしいあ僕こう僕なんか言ってたかな、はい、え山本なんなんだっけあ立てないって言ってたよあなたあえて立てないって言ってたあ<ー><お>しんどいからえいやもっとなんかまっとうなことを言ってたと思うぞえっとえ僕は立てないなぜならばえっとえええ,え おラジオを聞き直そう、わからない。ごめん。<laughs> <も>まあ、だから、立てへん、まあ、でも、確かに立てへんかも、あれ。だから、覚えてないんじゃない。まあ、立ててることが、だから、すごいことですよ。そう,そうですよ。うん、本当に。僕みたいな、立てないような。人間じゃないですよ。た、た、立てないでも、まっとうな理由があったんだ。ほんまか。うん、ほ,んまほんま、ほんま。騙されてない。 ごめん、そう、もう、まっとなこと。どうやと思うように騙された。なんか、そんなに、なんか誘導されてたから。そう、うん、でも言ってた、と思うけど、そうですよ。目標を立てることがやっぱ。いや、いいですよ。素晴らしい。はい。ということで。ね。まあ、あれですよ。またメール皆さんね、いろいろ送っていただいて。はい。お願いします。ぜひお願いします。そう。いや、もう、ほんで、あれですよ。なんか。ラジオも、もし。 もしねチャンネル登録者数も増えてありがたいこと増えてるんでもしラジオを新しく聞いていただいてるという方もね全然お気軽に送ってください本当ですよそうですよ結構聞いてみようかなって人おるかもしれんしねぜひメールじゃんじゃんくださいコーナーがね3つもありますのでね一応あ一応説明しとこうかじゃあはいコーナーは コーナー、つコーーナ教えて山本氏と、教えて連帯あ間違えただっ責任のコーナー。あなたの責任受け負います。連帯責任のコーナーと、えっとチッピーちゃんとの自衛隊講座です。これで3つありますので、自衛隊講座はちょっと最近やってないですけど、皆さんお便り寄せていただいているのは、教えて山本氏僕が。 皆さんの疑問日常的な疑問などを代わりに調べて簡潔に、うん、できるだけ簡潔に頑張ってお伝えするというそう山本氏代わり調べてくれてねでいいね、えー、連帯責任のコーナーは日常的なちょっとした失敗などをチッピーちゃんが代わりに、はい、あ一緒にか一緒に反省してくれるという、はい、そうですでささ自衛隊講座は自衛隊の勉強を、はい 僕がするっだからそういう自衛隊講座みたいなねなんか自衛隊用語これ教えてあげてくださいみたいなメールももしよかったらあなるほどねそれはいいかもしれない私教える範囲で教えるそれはということでありがとうございますありがとうございますちょっと長々とドラマの話がすごい長かったかもしれないですけど熱くなっちゃってすいませんちょっとね 見たことなかったら全然面白くなかったかもしれんけど <laughs> <laughs> あのね、ちょっとねネタバレにもなったかもしれませんけどありがとうございます、はい、というわけで本日の「トリカゴラジオ」これにて終了気をつけいけないなれまた来週ありがとうございましたチャンネル登録よろしくお願いします